こんにちは、花山さん。なんかモテる、ね、秘訣がマジックに含まれてるっていうのは結構ありますよね。確かにね、マジシャン、あの手の動きなんですよ。やっぱりこうセクシーさを感じるっていうかね、魅力を感じるのって手の動きでもあるし、滑らかなそのなんか身のこなしとかね、それからトークスキルですよね。あのシチュエーションに合った言葉を使うかどうかっていうことがマジックにはものすごく重要だと思うんですよ。もちろん無言でやるマジックもあったりとか、 BGM かけたりかけなかったりっていうのもあるんですけども、例えばマジックの途中でって言って音を出したりしますよね。ああいうのっていうのも、まあ、人の心理をねハッとさせて空間を作って、その心の隙間にスッと入っていくというね、そういうのが入ってるんですよね。私の場合はその単価倍っていうのをやるんですよ。あのたこ焼きとかをね売るときにどうやったら売り上げが上がるかっていうのは、まあ、トークとかね身のこなしとか、それから目線だったりするわけなんですよ。それもやたらめったらやればいいと思うんじゃなくて、 A さんにはこんな動き、 B さんにはそんな動き、 C さんにはこんな声のかけ方ってあるんですよね。いろんなタイプ、それこそ細身の人からちょっとふくよかな方からね、みんなこの外見でですね、どんなアクションが気を引くのかってことをだん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 身につけていくわけなんですよ。まあその中でね、今日はじゃあマジックワード、そうビジネスでもそのコピーライティングとかね、セールストークがあるようにですね、実は恋愛にもマジックワードっていうのがあるんですよ。これを使うと心に突き刺さったりとか、もうあのその言葉を発した男性のことを忘れられなくなるっていうのがあるんですよね。少なくとも忘れられなくなるっていうのは一生忘れられなくなるっていうパターンと、あとはあの例えばね、私が若い女性とまあなんかね、まあ、デートをしていて、夕食でもご一緒していてね、それこそ深い関係でもなくて、まあ、なんかの流れで夕食を食べに行きました。そして9時半ぐらいに、じゃあお疲れ様って帰ります。でもその相手の女性が次の日の朝までずっと悶々として私の顔が思い浮かぶような、そんなマジックワードを心の中に埋め込むことがあるんですよ。それはどんな言葉かっていうと、今日は2つ紹介しましょうか。1つはですね、まあ、今日1日過ごしていて思ったんだけど、やっぱりあの僕はずっと思った通りの人だったんで安心したよっていうことを言うんですよね。でこれが1つで、もう1つはですね、やめとこうかな、ちょっともう1つはちょっと破壊力が大きいんでね、やめときましょうかね。まあ今お話した言葉っていうのも、その言葉単発で使ったんじゃダメなんですよ。それまでに過ごしてきたあの仕草とか動作とか気遣いとか、それから支払い方、言ってみればね、頼んだ食事のオーダーまで全てがその女性の心理攻略に使われるんですよ。まあ例えばドリンクですよね、私がオレンジジュースを頼む時とコーヒーのブラックを頼む時とかね、これちゃんと使い分けてるんですよ。どういう時だったらオレンジジュースとかジンジャーエールがいいのかとかね、どういう時はビールとかブランデーがいいのかとかね、それともワインがいいのか、それともコーヒーなのか、コーヒー頼むタイミングは食事の前なのか後なのかっていうね、ここにもかなり重要なポイントが入ってるんですよ。これ全てが演出になっていて、さっきの言葉を使った時と使わない時とかなり印象に残るような演出があるわけなんですよね。でこれっていうのは一つね、公式なんですよね。結局そのコピーライティングっていうのも公式なんですよ。初対面で会った人にいきなりセールスが成功するってことはあんまりありません。まあ私は飛び込み営業をしていたんでそれをやってきたわけなんですけども、でも基本的には無理なんですよ。私も飛び込み営業するときに30秒ぐらいで契約を決めるんですよ。こんにちはって言ってお会いして30秒後にはもう契約取ってるんですよね。でそれができるっていうのはまさに心の隙間を作る、どう作るかってことなんですよ。まあそれは今日はちょっと長くなんでお話しませんけども、その恋愛に関してもどうやって心の隙間を作って警戒しているものをポンと跳ねのけてですね、そこに、そっと心の宝物を置いてくるかどうかってことなんですよね。でこの心の宝物っていうのはその人の心の中に置くと、その人が勝手にいろんな妄想を張り巡らして膨らまして、まあ私の虚像を作ってくるんですよね。であとはその虚像に私が合わせていくだけっていうことになるんですよ。それはどうやって合わせるかっていうのは、翌日とか次の時に会う時とか、あとは昨日はありがとうねっていうふうな感謝のメールや LINE を送るときにちゃんとそこにね再現しておくわけなんですよ。そうすると今度は向こうの女性がですね、あれこの人は私が思った人なのかもしれないっていうふうにだんだん思ってくるんですよ。かなり難しいことになってきますけども、まあ、まさにね戦略なくして攻略なしっていうのはこういうところにあるんですよね。でこれはだから恋愛の初心者とそれベテランとでは全然違うんですよ。やっぱりビジネスも一緒で、初心者の人がもう上級者並みのことができるってことはありません。で残念ながらそのポイントサイトだろうとね、セルフバックだろうと、いわゆるアフィリエイトネットビジネスだろうと、初心者の人が一気にねプロ級の結果を出すことってのはないんですよ。これ当たり前ですよね。だから最初はね本当にねポイントサイトだったら100ポイントとか1000ポイント貯めるのがやっとだったりするんですよ。でもベテランになってくると初めてやったポイントサイトでもいきなりね、5万とか10万とかボンボンと出せるわけなんですよね。でこれがだから
ビジネスと恋愛のすごく似てるところで、今度恋愛になってくるとものすごく危険なんですけども、攻略しようと思うと誰でも攻略できるみたいな、そんなフェーズに入ってくるんですよね。まあ、だからね、一気にモテ期っていうのが来るっていうのは、自然にモテ期が来るんじゃなくて、まあ、いろんな経験とか見識を積み重ねていく中で、自分の表現するもの、アウトプットがもう誰に対してもモテる、男性からしても女性に対しても全部ね、魅力を感じさせるようなワードとか、それから身のこなしとか動作になってくるってことなんですよね。もうこうなるとタチが悪いです。完全な人たらしになってきますんで、何をやってもうまくいくになっちゃうわけですよ。まあ、そうは言っても一部の方には反感を持たれたり嫌われたりするっていうのはあるんですけども、しかもその嫌われてるって事実ですら自分の魅力に変えることができるんですよね。さすがだねーと、アンチに対してもそんな風に取り込んでいくんだみたいなね、そういうことを見せることによって、自分を攻撃してくるその人とその状況すらも味方に変えてしまうっていうかね、自分の魅力に変えてしまうってことがあります。さあ、それではね、これから40代50代の方が、じゃあ20代の女性にモテるためにどんなことをすればいいのかってことになってきます。まず第一にお話したのは、まあ話にならないんですよ。要するに20代の女性がいるところに自分が出かけていくような、そういうふうなチャレンジができなければ、行動ができればできなければ話にならないんですよ。でも自然とそういうところに日々足を向けてるんですよ。だから2つ目のポイントってのは、気づいてますかってことなんですよ。どこにでも恋愛のネタは落ちてるんですよってことです。そうなんですよね。私たちは暮らしの中で必ず40代50代の男性、聞いてくださいよ、40代50代の男性、20代女性のいるところに出かけていないっていうふうな意識を持っていると思いますけど、前回で、でも実はね、何度も何度も出かけてるはずなんですよ。20代女性とか、場合によっては10代の女性がいるところにですよ、ね、10代の女性ってちょっと犯罪チックになりますけども、しばらく時間を経てば、数年経てば20代の女性になってますんで、今のうちにきちんとね、心の中に贈り物を置いとくことができるんですよ。さあ、それはどこでしょうかっていうのがね、今回のクエスチョンでございます。謎を持たせるようですけども、さあ、花屋龍馬さん、40代50代の人でも毎日のように、まあ人によってはね、でも人によらなくても、ほとんどの方がだいたい10代とか20代の女性に会ってる場所があるんですよ。そこに気づいてるかどうかってことなんですよ。40代50代の男性、実はね、出会いがない、出会いがないって言ってないんじゃなくて、自分でそれを気づいてないだけなんですよ。発掘してないだけなんですよ。要するに全部背景だと思ってるんですよね。自分には関係ない出会いだと思ってるんですよ。だからそこの気持ちをまず変えていかないと、こんなにたくさんの異性と出会っていたんだ、こんなにたくさんの恋愛を逃していたんだってことに、まあ気づけないでしょうね。さあ、花嫁さん、40代50代の男性が10代20代の女性に出会ってる場所、どこが一番多いと思いますか？もしかしたらこれ、花嫁さんもね、花嫁さんも出会ってるかもしれない。そして今回の旅でも何人かの、そういったね、自分の恋愛対象になるべき女性に合ってる可能性があるんですよ。ここまで言うとだんだん分かってきたでしょ。というところで今回の動画終わりです。いってらっしゃい。